若気の至りのようにアジアが全てだと。なるほど。まあ日本一になってますしね、そのやり方が、はい、なるほど。ぬるかったら知らんぞという気持ちぐらいで、はい、重くそせてぶつかりながら野球やってました。ぶつかるっていうのはどう、具体的に？もうガンガン行ってできないやったら出ていけっつって。なるほどなるほど。そんな気持ちで勝てるかっつって、もうノックも打たせてもらったんで1年目から、はいはいはい、ガンガン行って、でありがたいことにその夏に初出場したんです、甲子園ですね。甲子園に、まあ、その時の監督さんが今もう亡くなられたんですけど。あ、そうですか。はい、その監督さんのもっとやっていいよってもらってやらせてもらって、でその代の、キャプテンが楽天の石原。あ、石原さん。で今 DeNA のキャッチャーの山本優太がセンターに守って、はいはい、あ、その代なんです。その代なんです。お、なるほど、はい、やんちゃで気合入っとるやつが多くて。あ、結構気持ち的に強いんですか。そうなんですよ。だからもうガンガン向かってって、はぁみたいな感じで言ったら、お前聞いてんのかーって言いながら、あ、そういうぶつかる。で僕は体動くから、はいはいはい、よしじゃあ俺と勝負しようかっつって。なるほど。そんなホームラン競争して僕ばっかばっか打つし、はいはいはい、キャッチャー来いっつって僕投げても一番いいし、はいはい、もう体作ってたからちょうど。なるほど。3年目勝負しよう思ってます。もうそれはもうみんな文句言えへんのですよ。はい、なるほど。認めざるを、はい、